貢献賞次は、日本の政治家。元奈良県宇田市長、元宇田市議会議員。福岡県出身。名田高等学校、東京大学法学部卒業。富士通や、国際協力推進協会などに勤務。1994年から1996年まで、新党先がけ政策調査会に勤務し、NPO 法の立法に関与した。2010年。 宇田市議会議員に初当選。2014年4月27日に行われた宇田市長選挙に立候補するモラクセ2018年4月22日に行われた市長選に再挑戦。元市議の西浦製哲、元市議の勝井太郎らを破り初当選を果たした。4月27日、市長就任。当選後、灰原駅近くで計画されていた。 宿泊施設誘致と隣接地での公園整備事業について総事業費が30億円を超える可能性があるとして誘致断念と公園整備事業の縮小を表明。事業推進派の議員が主導して住民投票を行った結果、宿泊施設誘致反対が賛成を上回った。その後も保養施設の指定管理者を先決処分で決めたことなどをめぐり議会と対立し、 2019年9月27日、宇田市議会は、公権が3月と6月の定例会一般質問で事実と異なる答弁を繰り返したとして、辞職勧告決議案を賛成多数で可決した。公権は取材に市長を辞めるつもりはないと答えた。2020年3月24日、市議会は公権に対する不信任決議案を賛成多数で可決した。 同年3月30日、後見は市議会を解散したことを記者会見で明らかにした。同年5月3日の市議選の投開票の結果、市長を支持しないと表明していた候補が、定数14の3分の2を超える10議席を獲得し、再度の不信任議決に必要な出席議員数を確保した。同年5月15日の市議会で、再度の不信任議決がなされ、 地方自治法の規定により同日付で失職した。自身の失職に伴って6月28日に行われた市長選挙に立候補し、自民党、国民民主党、立憲民主党の推薦を受けた元奈良県職員の今後を一致に敗れ落選。2021年10月12日、同月31日投開票予定の第49回衆議院議員総選挙に、 なら3区より無所属で出馬することを表明。当日有権者数28,353人、最終投票率76.21%。当日有権者数26,966人、最終投票率72.77%。当日有権者数25,805人最終、投票率62.81%。ありがとうございます。